やめちゃった。何わかった。ツアー中といえば空港でしょ。空港。青いやつ、そう。空港着いた途端に。空港で青いやつが、うん、鼻から青いもの出してた。あれはね、すごかったね。あのね、庄司なんじゃけどね、うん、あの空港、岡山空港だ。なんか、鹿児島。鹿児島。あ、そうだ。鹿児島空港で、ね、普通東京から来たらあったかいはずなんじゃけど、意外と鹿児島はものすごく寒かったよね。寒かったね。ほいで、降りた瞬間に、ハクションって庄司がしたと思ったら、ブワーすごかったよね。すごかったよね。すごかった。俺もね、あんなに出ると思ってなかったね。いや、ちょっと俺はね、本人がびっくりするぐらいだと思ったら、ブワーって言って、ここら辺までだよ。で、みんなね、助けないで喋ってんの、こうやって一生懸命。しかもね、すごいことに、服につかなかったんだよね。服にはつかなかったね。うん、すごいテクニック持ってる。どういうこだわりか、つかなかったね。新しい慣れてるっていうね。うん、なんかね、うん、かなんかないか。高知のですね、あの商店街、帯屋町商店街っていうのが高知にあるんだけど、あのね、なんか作り物のね、かかしがね、ミッキーとミニーに似たからかしがね、すごかったね、あれ。すごかったね、見てほしい。商店街、うん、で、これおもろいおもろいっつって、もう5人全員でこうやってしゃべっとったんだけど、うん、そして、千葉ちゃんがこうしゃべした瞬間におばちゃんがこう映り込んできて、あの、こんな感じで。違うわ。あれはね。旦那が肩トントンって。そうそうそう。振り向いちゃった瞬間に。カシャって撮っちゃった。もうね、撮った写真撮りよりよ。来たーと思った。うん。あれ、いつかみんなに見せたい。あれ、すごかったね。ちょっとね。あれ見せたいね、見せたい。そうそう。あれは見せたいね。ね。さっき千葉ちゃんに送ってもらったもん。なるほどね。じゃあ、他なんかないエピソード。なんかね、こうやって出てくるとね、なんか、ああ、道後温泉行って、うん、ケンジごめんね、いなかったんだよ、さん。俺らがこう、まあ、風呂入って上がってきたら、おじいちゃんがいて、で、そのおじいちゃんがね、なんか、浜にこう、すごい、興味を持ったみたいで、ふらーっと近づいてきて、その時、タマがこう、お茶をね、飲もうとしてたの、喉乾いたから。で、そのおじいちゃんも、俺にもお茶入れてくれってことになって、で、お茶をタマがこう、入れてあげたら、そのおじいちゃんが、なんか、多摩の出身大学とか聞き出して、君はなんかいいヒゲしてるなぁとか、その前にこう、モヒカンに注目してほしかったんだけど。いいね。そうそうそう。あ、いいね。いい。ヒゲヒゲ。あ、ヒゲ。目はないと思う。うん。目はないわ。そう。で、そのおじいちゃんが、多摩にね、俺は。小粒でピリッと辛い麺しとるからね。中国語が、僕はすごい得意なんだよ。うん、おじいちゃんが言うわけ。うん、で、俺もほらね、じいちゃん中国人だしさ、ちょっと気にして、ちょっと外野の方から。かかりたくないから、外の方から見てたらさ。ひどかった、あの時。そのおじいちゃんが、中国語は私がすごいよって言うから、一言目にね、なんか喋ってくださいよって言ったら、ニーハオって。おー、知ってる知ってる。それぐらい俺だって知ってるよ。な、思ったんだよな、みんなで。で、その次は、うん、と思ったら、シェイシーって言ってそのまま風呂に戻ってたっていう。リアクションでかいですね。当事者ですから。あのおじいさんすごかったよね。いや、つうかね、俺ね、おじいちゃんもね、すごかったと思う。本当に、俺おじいちゃん結構好きだから、マイク嫌い？マイク嫌い？好きだっつってんの。で、ほんで、かわいい。かわいい。ほんで、いや、俺がね、かわいい。いや、かわいいね。いいですよ。まあ、とりあえず、あとこれ、メガネ、レンズ入ってないんですけど、いいんだけども、いいんだけども、とりあえず、こうやって俺がおじいちゃんと、ネット見えてるね。あー、それは俺が彼は見えないからいい。で、俺がおじいちゃんとこう、対マンしてたわけだって、ね、言葉のね。そしたら、メンバー全員上がってきてんのにだよ、うんうん、上がってきてんのに、うん、こう何半径5メートルぐらいのところにぴったりこう揃ってこう、うん、俺のことを満点ゴリラみたいな満点ゴリラはこっちだ本当にひどいずっとニヤ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 しながら見てる面白くねえよ面白いよね面白くねえ面白かったどっち分かんねえ、うん、俺には分かんねえちょっと後半に行くにしたがってちょっと冷めてきたから、ね、途中良かったよ、うん、ここで分析するのはやめてくれ楽屋で分析された方がいい楽屋で分析してくれそっか、はい、そっかじゃあ次ラスト、うん、行きますちょっと今日噛み合わなかったね俺とタマが得意の得意の俺たち普段ねこれこんなの被ってないんでしょほんでこれ暑いのすごい。取っていいよ、もう。もう、これでもう。
出てかなくて前に、うん、すごいね、怖い。ああだけどかっこいいよちょっと。あちょっとかっこいい。ちょっとかっこよかった今。っていうか動きが気持ち悪いよ。俺はねいつもね玉の動き気持ち悪いなと思うよ。次のカード読むよ。いい？あそれ缶は今見たけどその質問。言います。これ最後です。メンバー丸々に一言言いたい。これはいいと思う。これいいと思う。まずはヤングチームが。ユージ。ツアーにまつわる。うん。ツアー終わっ、ライブ終わって打ち上げをするじゃない。うん、それでこう僕が部屋におのおの各自、うんうん、ばらけるじゃないですか、うん、でその後に、うん、いろんな人からこう誘いの電話が来るわけですよ、うん、俺の部屋来いよ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 、俺はどこに行けばいいんですか人気者ってことやお前それ、うん、で行ったら行ったでこうビール買ってきてとか、うん、別に嫌じゃないですけど、うんうん、まあ、ある程度まとまってほしいなっていう。ああ、の、買い物は1回で。そう、たまに3回ぐらいコンビニにいたりする。なるほどね。なんか、メンバー全員に一言言いたいっていう感じだよね。ちょっとまとめてほしいかな。ああ、オーダーを。なるほどね、オーダーをね。すごい上下関係が見えただろう。でもね、俺、ちゃんと、うん、修二がパシーンされた時は、ちゃんと俺も一緒に行くんだよ。そう、パシリって言い方読めろよ、お前。俺も、ケンジも、そんなつもりないよ。いや、リーダーが一番パシってるやべやべやべ、俺に触れられた。その時ね、ちゃんと俺もね、修二と付き添っていく。うん。千葉ちゃんに言われたら俺だって断れないんだもん。ああ、そう、そうなんだ。たまにね、うん。って言うよな、ケンジにもな。はい。はい、逆にすればあ、ね、はい、じゃあ庄司俺ね、うん、ほんとね、うん、なんかないよ、ほんとにみんなに言いたいこととか、お前は絶対嘘だよ。もうね、ほんとね、みんなの前ではね、めちゃめちゃいい人ぶってんだよね。ムカつくんだよ、これがまあ、ね、うん、かわいこぶって。それ言いたい。あ、それお前、本性出せ、お前、それとは。非公式になって。非公式に戻ったよ。うん、いいよ、正直、いいよ、もう、お前はね、気遣いすぎで、うん、こうやってみんなの前で言わないけど、もう言っていいの。何言ってんだろ。大丈夫、そろそろ神アンガーアウトしろよ。いや、ほんとね、公開しよう。で、ほんとね、ない何も言いたいこと、俺、ほんと。ほんとない楽しい優しいしさ、面倒見いしさ、うん、周知も優しいしさ、うん。ないよ、その。目がキュルキュルキュルしてる。すごいみんな、うん、おめえ何言ってんのみたいな感じになってるけど、ないないない、ほんと、うん、ないよ、うん、またみんな、じゃあまたこの話だよ、また、また2年後ぐらいに撮ってくれよ。はい、ということで、勝者はないということで、タマ、あれ、うん、でも俺基本的にほんまないね、ない、うん、あ、そう、うん、まあ寝ちゃうしね。タマさんすぐ寝るもんね。うん。すぐ寝る。ほんとツアー中ね、付き合い悪いのタマだね、まあ。いつの間にか寝てんの、ぐっすり。寝ちゃうね。うん。いや、でも今回は結構頑張ってるよ。ほんとうん、こう、ね、頑張ってるでしょ。まあ頑張ってる方だよね。ほら。うん。ほら。まあ今回はほら、ケンジは別だったじゃん、行動が。なんかプライベートであったな。うん、いや、なんか寂しそうだから。ああ、え、何なんか寂しそうなんだもん。あ、そう。あ、これ土でも優げ。まあ、オッケーオッケー。はい、じゃあリーダー。あ、俺はそうだな、うん。まあ、みんな誰もね、下げてるところで、俺はケンジに一言言いたいのはね、あれどこだったっけな。何？あのね、みんな普通に考えてさ、朝の5時に起きてないでしょ、みんな。で、普通の朝の5時にメールが来てて、しばちゃん起きてるってメールが入ってるの。で、俺は、次の日の昼ぐらいにそれを気づいたわけ。ああ、やっべ、ケンジから5時にメール入ってたわ。そんな、ね、起きてるわけないし。